皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、カップヌードルにね、新しい種類が増えたということで、カップヌードルガーリックチーズフォンデュ味を食べてみたいと思います。それではいただきます。チーズフォンデュ、どんな味なんでしょうね。いただきます。おおね、これすごい煙じゃない、湯気がねすごい立ってます。熱々です。いただきます。ガーリック効いてますね。ガーリックの効いた、やっぱりチーズの香りがねすごいいいですね。美味しいこれ。もうね、出来たてなんで、ホクホク。はい、二口目いきます。すごいね、あのチーズがねガツンときますね。濃厚、まずチーズがガツンときて、ガーリックのね、あの食欲そそる香りがねふわっと広がってきます。スーパーラス、美味しい。でね、ちょっとね、この、あの、私にはね、ちょっと、このカップ麺一つじゃちょっとね、物足りないんで、おにぎりをね、召喚します。ポン。熟成紅鮭、これローソンです。ちょっとボロボロ落としますけど申し訳ないです。ボロボロ落としたのね。ちゃんと食べます。熟成ペンジャーキ、食べます。うまっ。あ、最高。熟成ペンジャーキ最高です。
これにね、ガーリックチーズフォンデュをね、流し込みます。素晴らしい。うん。あのね、じゃがいもも入ってて、もう素晴らしい味です。でね、ちょっとまだ足りないんで、召喚しました。鶏そぼろ高菜。これもね、ローソンの、ね、おにぎりです。ちょっとね、初めて買いましたね。美味しいんでしょうか。いただきます。それは甘いっすね。うん、たっぷりね、鶏そぼろ高菜入ってます。これうん、最高。じゃあ、麺いきまーす。これめちゃくちゃうまい麺ですからね。うん、最高。このね、もうスープがもう最高なんですよ。うん、もう一度飲んだら、あの温かさがまとわりつく。うん、あのチーズとガーリックで、すごい良質なスープですね。で、ちょっとね、もうちょっとお腹空いたんで、ローソンのね、王者を呼び出したと思います。じゃん。和風シーチキンマヨネーズ、これ107円。
めちゃくちゃもうお買い得。これ封開けたらすぐ食べれる。素晴らしいおねぎですね。うん、ザおにぎりって。じゃあガバッといただきます。素晴らしい。めっちゃくちゃうまい。うん。ローソンのおにぎり最高じゃないかな。最強。一口でいきます。本当和風レシピも最高。うん、もうみんなにね、幸せを届けるね、おにぎりだと思いますね。うん、最高。うん、食べました。うん。ごちそうさまです。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またねー。